桐リ知里作は、日本の評論家、脚本家、映画監督。東京都杉並区生まれ。母は、かの道子であり、被爆2世にあたる。和光高等学校、和光大学人文学部文学科卒業後、同研究生。文化批評をメインとする。若者文化に見識を持ち、非常勤講師を務める大学でも、若者文化論を担当。朝日新聞。 毎日新聞、日本経済新聞、産経新聞、共同通信、時事通信、沖縄タイムス、熊本日日新聞、週刊読書人、図書新聞、サンデー毎日、週刊朝日、週刊文春、中央公論、ワシズムなどで、辞表、書評、コラムを執筆。キネマ順報、映画芸術、映画秘宝、月刊ドラマ等に、映画、テレビドラマ表や、 映画人への取材記事、文学界、群像、スバルに、文芸批評を執筆。キネマ旬報ベスト10、映画批宝ベスト10、日本映画プロフェッショナル大賞の現役審査員。過去には、映画芸術ベスト10、毎日コンクールドキュメンタリー部門、三ン,ンス映画祭アジア部門日本ノミネート、東京財団アニメ批評コンテスト等で審査員を務める。和光大学。 和高高等学校で非常勤講師を務める。先修大学、フェリス女学院大学でも非常勤で教弁を取ったことがある。また、編集者、ライター養成教室、編集の学校においても、評論、ノンフィクション講座の講師を解説当初の1995年により、全開担当。編集者を経て1993年、怪獣図いと、少年。 ウルトラマンの作家たちで単調デビュー。1998年、僕の命を救ってくれなかったエヴァ絵では、複数の執筆者による批評集をプロデュース。以降、他著者のプロデュース活動も行う。2001年、宮崎駿の世界でサントリー学芸賞を受賞。 続く国民的映画人の長編評論として、山田洋次の世界幻風景を追ってを2004年に刊行。映画、芸のおもちゃ箱、アクアリウム、アニメ、おぼっちゃまくん、テレビドラマ、ガツのベンチで、待っているから、などでシナリオを執筆している。ひみこさん、ダンプ、姉ちゃんとホルモンだよう、昆虫探偵、吉田吉美等では俳優としても出演。 テレビは朝まで生テレビ NHK 特集サリン事件終わらない悪夢宮根や等に発言者、レポーターとして出演。2010年より小林義則の主催する合戦ネット道場でネットから書店へをテーマに読書番組切り通し、理作の切ないかもしれないを開始。月1回開催される合戦道場にレギュラー出演。2017年12月、 初監督作品として映画青春やわが公開される。ありがとうございます。